様募集しています。お疲れ様です。今日は閉鎖裏に来ました。練習後です。オープニング撮ってなかったです。いい波サイズあるわ。思ったよりレギュラーもレフトも良かったね。良かった。ちょっとねバックオシすごかったけど、ちょっとでもそんな風に見えなかった。本当？結構ボーンってきてたけど、すごいただのいい波に見えた。意外とバッコシ入ってて、うんうん、まあ、なんかどこでもできたからね。いや疲れた、結構やったね。おとやでご飯でも買ってもやろうかな。はい。というわけで昨日はあのままゆっくり話してたら知り合いとちょっと時間経っちゃったんでラウンド2やらなかったんですけど、今ね次の日の朝になって、まあ、今日もねちょっとできそうだから同じところでサーフィンしようかなと思って向かってます。まあ、ちょっと引きなんでねだいぶ波が速そうかなと思うんだけど、まあ多分サイズもあるからちょっとチェックしてやっていこうと思います。
どう？できそう、できそう。ある？サイズはまだある、ね、下がったかな、来てない。うん、やっぱ引いてるから速そうだけど、たまに引かたくるのがある。寒いね、朝はやっぱ。寒い。もう冬だね、この感じ。もうブランケット欲しい。ね、持ってればよかったね。ね、入れとこっか、うん、車に。ああ。まあ人は少ないね、やっぱね。いい感じ。なんかブンブンしててね、やっぱり。うん、最近なんかどこも爆押しがすごい、あ、本当だね。意外と。うん、まあでも全然。練習にはなりそうだから、ちょっとやっていきます。頑張って。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。できたね。よかった。うん、結構ポコポコピックがあったから、うん、意外と一発のやつが入ったから楽しかった。でもちょっと流れが微妙に入ってて、ずっとなんかパドルしてたから疲れた。でも全然楽しかったから、とりあえずこれでちょっと帰って千葉の方クイズクリーンの方向かいたいと思います。ここも千葉です。
千葉の九十九里。お疲れ様です。お疲れ様です。雨。到着。みんな取り込みました。海水か？ちょ、中古ボード何本か。今ね、中古ボードセールで安くなってるから、ちょっとエクアスのホームページをチェックしてみると、いいのが見つかるかもしれない。概要欄にリンク貼っときます。新しく返すやつ。これ結構ね、多分いいと思うから。これ何？ダイム？ドラゴンフライ。あ、ドラゴンフライ。ダイブ6ハーフかな。おお。で、俺にはちょっとね、幅が広いんだけど、結構走るもよ。よかったんだけど、もう試合じゃ使わなそうだから、うんうん、とりあえずこれは返そうかな、うん、新しいので交換で、うんうん、これあれツインピンのやつ、あ、これツインピンのやつの短い方、あ、短い方らしいです。チェックしてみてください。なんか赤いね、エメリーのところが。エメリーが赤い、新しいね。かわいい。サイズは？ダイブ6ハーフで、うん、シャツ4分の1くらい。また雨？雨だね。ボードゲットしたんで、ちょっとデッキとかステッカー貼って試してよかったら台湾持ってこうかな感じで、雨だしとりあえず今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。